はい、皆さんこんにちは、ターザン馬場園です。そして早坂です。からの宮坊です。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価と通知音もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は期待を裏切った重心化会新重心化キャラいない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 いるわけないよ、そんなね。いるわけないですけど、言わねえと殺すって言われたから我々は今日は言うということで。しょうがない。はい、生活がかかってます。生活がかかってます。精子が、そのね、我々の精子がかかってるので、ちょっとこう、しょうがなく泣く泣く言うということなんですけども、はい、まあ一応こう、期間的にはまあ、どうですか、ルシファー、行こうぐらいかな。行こうぐらいという、まあ、はい、その一応期待を上回ったキャラっていう動画あるんですよ、もちろん、はい、あります、もちろん上回ったなっていう動画あるんですけど、はい、まあ、それやっぱそれ撮ったらやっぱ上回ってこなかったということをもうやらないとおかしな話になりますはい、っていうので、はい、まあ、今回はもう撮らざるを得なくなってしまったっていう、どうしても脅されて撮ってるってことですね。いや、こういう動画ね、もう1体しか書いてないもん。1体しか書いてない。何も書いてんの、逆に。え、あ、そういうことね。一体はちょっと生活危ないかも。だからもうね、ちょっとどうしてもっていう、どうしてもっていう。いやでもまあ、やっぱ個人差あるから。いや、そうですよ。何にどんぐらい期待してるのかっていうのは人それぞれなので。期待をしまくってたかゆえに入っちゃったやつとかも、うんうん、思い入れとかね、その好きだったやつとか、うん、そういうのでやっぱりもうちょっとこうなってほしくなるとか、ね、それぞれありますからね。そういうのあると思いますから。はい、ということでじゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあ並べて。じゃあ一番嫌な、一番嫌なやつ言っていいですか。はい、はい、ガブリエル。おー、俺もね、まだ納得しないですよ。フルアクセルやめてよ。しょっぱなからグーンドゥーンってきたね。いやね、フルスロットル。こっちはすごくいいと思います、私。はい、貫通の方の守護ガブは、大満足しております。はい、はい、非常に強いと思いますし、はい、なんかまあガブリエルだなっていう感じしてますよ。守護者ガブリエルだ、貫通ガブリエルだっていう感じしますので、はい、こちらはですね、何ですかこれは。何ですかこれは。誰ですかあなたは。もうコピー引っ提げてね。はい、ということで、まあ、ガブリエルって言ったらね、やっぱ砲撃型の、まあ、電撃が、特徴のキャラでしたよね。はい、はい、まあ、そこを、まあ、そのコピーになりまして、コースピアップになりまして、うん、なんかいろいろつき、まあ、なんか底力のキャラになったんだよね、なんかね。うん、うん、あの SS すごい重くて、まあ、とても強力ではあるんですけれども、うん、まあ、底力発動できますよみたいな、うん、はい、感じのキャラになりました。はい、いやね、どなたですかあなたは。ガブリエルです。ガブリエルですか。ガブリエルです。正直あの試練に天馬試練2では強いですよ。いや、それはね、それはそうだ。うん、そこ以外でとの合わせみたいな。そう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 、うん、そこ以外ではちょっと使わないですね。2回52、2回52ってあの魔法陣のとこだとこか。魔法陣です。前儀みたいです。両方いける、まあ、そこもちょっと自分は使ってないんですけれども、まあ、守護ガブ使うしね。そうですね、守護ガブ使う。あとこのコネクトスキルもちょっとわけわかんないですね。あ、なんかやっぱこのキャラってもうせっかくコピー持っててって方言い方なんで、うん、まあなんか強い友情をコピーしたいわけじゃないですか、うん、だからまあ方言い方のキャラと組み合わせたいわけですよ、うん、組み合わせられやん、このコネクトスキル。なるほどね、線形異なる。はい、なんでまあコネ賞もまあ行かざるを得ないみたいな、はいはい、感じで、ちょっともうなんかね、嫌がらせ満点。だいぶ根深い、根深いですね、これは。来たね。ぐーんと来ましたね。これは。いや、だからやっぱもう、うん、やっぱ1個しか書いてないわけだから。確かに、相当よね。ここちょっと吐き散らかそうと思って。なるほどね。いや、いいと思う。いや、まさかね、このタイミングでガブリエルも、こんな攻撃受けると思う。こんな時間差でよ。入るノミネートするのね。1年ですからね、周年キャラですので入っちゃいますね、範囲的には。こんな感じでちょっとね、やっぱ納得はいってないキャラですね。なるほどね。単体で完結してほしかったかな。あ、うん、あ、なるほどね。やっぱ他のキャラありき、まあ、ミューズとの合わせっすよね、うん、だし、でもミューズいないと SS たまらんから一緒、うん、確かに、はい、なんか後取れてんのもそこだけだしね、うん、そんな感じです。はいはいはい。回していく方式。
方式方式、はい、じゃあもうでも俺と野望のパスになるってことでしょこれ。まあ一応まあ言うって言われたらまあ言いますけど。あ、そうだ。じゃあ一応回そう。じゃあ一応回そう。一応回す、うん、OK。 あのね、僕もいいっすか、はい、ガブリエルいや許してごめんなさい、ここから理由言うんですけど、はい、不快になる方はあのブラザーバックブラザーバックしてください。マジで言うんだよ。でも弱いとはもちろん思ってないですよ、うん、この性能が、うん、ちゃんと強い、うん、ただそれガブリエルだったんかなみたいな。うん、なんか俺の中のガブリエルのやっぱ期待がすごかったっていう意味でそれをちょっと下回っちゃったなって感じ。大きすぎた期待が。うん、なんかルシファーがやっぱりああいう感じの立ち位置もらって新春キャラで、まあ、モンストの顔だからルシファーさすがだなってなったじゃないですか。素晴らしいって。でガブリエルも、まあ、ルシファーと、まあ、ほぼ並ぶぐらいな、うん、やっぱりモンストの顔だと思ってるんですよ個人的には、うん、だからまあルシぐらいのなんか、うん、すごく汎用的に使えて、まあ、コナイトでもやっぱスペックが高いがゆえに使えてしまうみたいな性能を個人的には期待してみました。うん、それにはならなかったかなっていう印象は強いです。汎用的に使えるかっつわれたら、まあ、使えなくはないけど、うん、まああえて使わないよねこの性能を、他でいいよねっていう感じになっちゃっている。まあそうなっちゃったんで、なんかそのだいぶ尖った性能になった。うん、まあ、使うところも試練の2とかで未開っていう、なんだろう、もう局所的っていうか、なんかまあ、うん、なんかそれ別に他のキャラで良かったんじゃないかなみたいな感じ。あえてガブリエルをそこの適正キャラにしてほしくなかったかな個人的には。スペックが高いがゆえについでにいけてしまうだったり良かったんですけど、うんうんうん、もうそこ特化特化になっちゃったのはなんか新春キャラとしてなんか俺個人的にはあんま、うん、喜べるような強化ではなかった。この前マナーでも同じようなことですよまあでも言うてだって試練ももう終わりかけというか、そうだね、この後3ヶ月ぐらいで定演出てるわけですから。そうですね、結構賞味期限我々からしたら短かったですよね、うん、で俺の期待値的にはガブリエルはあのタイミングでするんだったらもう役も食ってもおかしくないぐらいな、うんうん、そういうキャラを個人的には期待してた。なるほど。まあだけどそうはならないこの性能じゃ、うん、普段使いをしない。まあルシと並んでるかって言われたら、まあ、ルシよりは劣っちゃうよね間違いなく。少なくともなんかイコールちょび以下ぐらいな精度には落とし込んでほしかったかなって思っちゃった、うん、はい、確かにな、うん、期待ゆえのね。そう、期待ゆえの、期待がもうめちゃくちゃ高かった、うんうん、だけどそれよりは下回ったかなっていう感じです、うん、あとやっぱスパッツが昇盤になったねちょっとそれは、なるほど結構それはクリティカルなんじゃないですか、ね、あ、そうなんだ。やっぱガブリエルといったらこのスパッツ結構大事だった。私はスパッツですね、うん、ちょっと復活しなかったですね。確かにそう、まあ、でもやっぱり最近のうん、まあ世の動きっていうかそれを意識した配慮してる配慮した形だけど、まあ、うん、絵は満足ですよ。可愛い、可愛い、可愛い、うん、大好き、うん、はい、まあ、セントンってな感じです。なるほどね。そうだから期待がでかすぎたのかな、はあ、まあでも新種だったらやっていいよなって、はい、って思っちゃったっていう感じです。なるほどね。はい、期待してた。そうか、じゃあ私、うん、まあ今の宮坊さんみたいな感じでもしキャラかぶりやっても俺は俺で言いたいぞっていう場合は全然つなぎとっす、はい、言っていただいて、まあはい、その期待の場合はちょっとやっぱ人それぞれの期待が違うから、うんうんうん、ちょっとあれだよ、いろいろ理由がある、いろいろ理由があると思います。じゃあ俺いきます。はい、まあ軽くジャムからありますけど、おローレライ、おーローレライなー、なんかなーっていういや、いや、まあローレライお世話になった人多いと思うの。いや、ババゾさん、うん、わかりますよ言いたいことはわかるな。なんかね、なんだろうな、なんかまあ全体的になんだよな、こいつな。ローレライが悪いんじゃないんですよ、うん環境が悪い、環境が悪い本当に、ルシファーとかね。あ、そう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 、いや、まあ
アビーチもなんとかなりませんかねこれっていう感じもあるし、うんうん、まあアンチャミのみですからね。そう火力系ないでコネクト でもかつそのコネクトスキルもさまあなんか絶妙じゃないっていうさ、まあ、艦隊とかも踏みづらいですね。そうそうですね。こんだけ苦しんでる設定にもかかわらずっていうのもあるし、うん、コネクトきついっすね。うんでやっぱどうなんだろうな友情もな。いやどうなんすかこのホーミング。いやまあ彼女たちがいなかったらね、うん、全然強かったというか、うんうん、全然強い方だと思うんですけど、うん、北条にしては、うん、やっぱ砲撃型の価値がちょっと下がっちゃってますよね、うん、そうバンバンしちゃう人たちがやっぱいるから。そうだよ、ホーミングがきついっすね今、うん、ズルできないからホーミングで環境的に真面目、うん、そうやっぱ一発の威力がある程度ないと友情でズルできるっていうのは難しい、うん。一応あれですよね、近畿の26とか友情バーってできるようになったりとか、うんうんうん、もちろん偉いところもあるんですけど、うん、これローレライで初の超絶貫通ホーミング18で良かったと思うな。クリムトじゃなくて、モンテクリストの、ね、そうじゃなくて最新のね、そう、うん、ローレライってやっぱホーミングで時代気づいたキャラだから、そうだね、そこでそれを初実装しても温度感的には俺は悪くなかった。別にそれで環境壊さないし、うん、環境壊さないと思ってる、うん、うん、おそらく。あとな、レジストとかもらってもよかったね。あ、それも欲しかったな。うん、まあ、でも工場だからって言われちゃうともうそこまで、そこまでか、うん、っていう感じだよね。はい、分かる。いや、かなり抑えられてるって思う、うん、いや、我々老害はマジでローレライ愛してるいや、マジで本当もう本当昔からやってる人はもう本当ローレライも超お世話になってるから。ローレライの足向けて寝れないもんもうローレと持つと飲むのは大好きモンストローガイたちは大好きだから、こういうキャラそう、ちょっと悲しいかなっていうところで。なるほどね、物足りなかった、うん、ちょっとなんか愛してるゲームという、うん、はい、じゃあどうぞ。はい、できますよ。はい、どんなカムイ、おてめえだよ、てめえはいはいはい、いるじゃんいるじゃん、ガッツリやついるじゃんカムイは私は運極でして、あ、はいはい、獣神化には非常にお世話になりました、うん、はい、まあなんかなぜか強いみたいなキャラでしたよね、カムイって。まあそうだ ね、 そうだね、なんか使ってみたらすごく手触り良くて、そうそうそう、バランス型で、うん、まあ、重力超ワープっていうところ でストレートショットが非常に強力、うん、であと、まあ、落雷も便利だったし、爆弾2個も、ね、かなり便利だった、うん、キャラだったと思うんですよね、うん、はい、で、なんかね、この人はね、ストライクショットがおかしなことになっちゃったんですよね、特にやっぱり。まあ、全く変わったね。うん。なんか結構、その、なんですか、ストライクショットが特徴的で、まあ、カムイで初実装といいますか、まあ、ただのランダって言えば、まあ、ランダではあるんですけれども、まあ、なんか真ん中ら辺を、まあ、できる。うん、上にも判定あってね、そうそうそう、そこを巻き込めるとか、ね。結構コラボっぽいね、SS だったんですよね。間違いない。うん。まあ、それを失いまして、ネオリバースモードの超絶劣化みたいな非常に使いづらい、セレクションとなってしまいまして、倍率がちょっとね、はい、ちょっとなんかそのなんだろうな、リターン少ないなみたいな、うん、リスクの割に、うん、セレクションとなってしまって、まあ、結構その前のカムイのとりあえず打っとけば、まあ、結構削るよねみたいな、うん、取り回しの良さっていうのも失われてしまったのかなと思ってますし、なんかコルティーナで一旦適正もらったと思うんですけど、あ、コルティーナすぐ食われたね。もう生まれた瞬間から食われてた。まあ一旦だからその一旦いける感じ、肝臓胞子がね、うん、まあ、強くて、うん、うん、まあなんか一旦埋めれますよみたいなコネクトとかもねあるし、うん、感じだったと思うんですが、いやちょっとねカムイは当時のなんか戻ったね。進化時代のなんか空気感になっちゃったな。退化した。ああ、わかるな、うん、ところでございます。はい、出るなんかちょっといいところが少ない、うん、控えめに言って。ああ、確かに。という感じです。はいはい、カムイアルファ文曲にしました。おお、そっちの方がいい。つらいな。僕ですか、はい、カムイです
ガブカムイはなんか報われないね。報われないですね。個人的には。ヤカムイはまあ今は対策が言った通りっすね。ほぼほぼ。なんだろう、個性を失ったキャラっていうイメージですね。なんかオリジナル部分を個人的には残しておいてほしかったかな、うん、なんか時代に合わせてネオの SS になったと思うんですよね。やっぱワンパンできるよみたいな、うん、まあ、ほぼ使うとこないし、使うところ用意してくれるならまだいいけど、ほぼこの SS 使うところないんすよね今のところ。まあね、俺が知らないんだけどあるのかもしれないけど、うん、多分普通の攻略じゃない、うん、し、適正はもらったけど、なんかね、うん、そう、コルティーナでね、あとは覇者のシーズンの闇のところとか、あ、うん、30戦略王じゃないか、うん、なんか、うん、せっかくのその新春キャラなんで、一応もうちょい出番もらってよかったんじゃないかな、接待されてもいいんじゃないかなっていうのは思ってしまいましたね、うんうん、まあなんかポンってモンストニュースでこの性能出された時にもう想像通りだったっていう、うん、まあ今大丈夫かってかなみたいな、大丈夫かってやっぱあの瞬間思った、うん、あの瞬間も思ったけど使ってみてやっぱそうだよねみたいな、うんうんうん、前の重心化はなんか使ってみたらあこいつめちゃくちゃやるじゃんみたいなね感じの便利キャラだったんですけど、うんうん、そういう感じにはなってくれなかったかなっていう印象ですね、うん、まあ、カミもだから本当期待したんですけどそこまで来なかったかなっていう感じですね、うん、頑張れ、頑張ってほしいっすけどね、はい、はい、じゃあ私、ベビーアーク、おー、うん、ベビーアークベビーアークも俺が好きなキャラの一人ですけど、結構なキャラ来たな、あんま変わんねえなっていうなんか、ね、いや、SS 大幅に変わりましたよ。いやなんかそのベビーアーク強かったですね、うんうん、そうなんだけどなんかな、何なんでしょうね、なんか時代的な話なんすかね、うん、こういう友情は今あんま使ってないいやそうなんだよなっていうところ、まあ、まあ、いやまあ増えたよそのギミックのね、うんうん、その対応とか増えたんだけど、まあほぼほぼ同じですよこれはもうなんかもう本当になんか重心が返したっていうのみみたいな、騎士感がすごいみたいな、そうそうそう、なんですかね、何も超えてはこないという、うん、お骨と丸かぶりですし、ね、でも俺なんかキングオブ超えてこないって感じがするのかなベビーアークってマジで、うん、まあでもこれからもしかしたらあれ素敵な使い方でこの SS は使われる可能性は、まあそうか、40点 SS がもらっちゃえばって感じですね、うん、なんですよね、うん、あえて使うっていうのはなかなか出てこないっていうのもあるし、もうちょっとなんか、まあでも超ワープでも超ダメもでもないんだね、うん、ね、確かに、まあ、ライブもらってるからなっていうところも、まあ、本意がなんなら超ワープ超ダメ欲しかっただよね、そこで火力も抑えられてんだから、確かにね、うん、性能的なこと言っちゃうと、うん、なのでもう一声二声ぐらい欲しかったかなっていうところでちょっと今回、はい、ノミネートいたしました。やっぱ期待されてる分っていうところですよね、そう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 、特にやっぱ工場の中でもやっぱ愛着のあるキャラだったと、うん、はい、そうそう、はい、いうところだと思いますので、はい、許してやってください、はい誰に許しを請うてはい、誰がそこだ、伏姫アルファ、おお、俺このハロウィンアルファ伏姫アルファしか持ってないんですけど、ああ、うん、謎謎なんすよね、まあ、謎ではある、このキャラ謎すぎる、あまりにも俺このシリーズ誰一人として持ってないんだよそうなんだ、はい、だからちょっとアリババとルイスアルファ、ああがいるんですけど、まあ、ルイスはあの天元後初回では初回天元後、うん、活躍、ね、されていたということで、ちょっと我々ちょっとねその時は欲しかったみたいな、あ、なかったからきつかったっすね、うんうんうん、感じなんですけども、なんかね普通のニュースで したよねこの人たちね、じゃないかな、うん、だからなんですかね、なんか普通だなみたいな、
やっぱ一応限定じゃないですか。確かにね。だからまあ言うたら、まあノンアルとかはすごい強化もらってね。まあノンアルすごかったね。テキアルとかもね強かったですし、うん、まあ最近のまあイフシリーズのカムイとかハーレーとかも結構やっぱもらってると思うんですよね。うん、なんかもらわなかったなみたいな。やっぱそこの期待が強くなったっていうあれがあったからね。うん、そうですね。こいつにも期待しちゃったことだよね。まあ、アルファシリーズだから結構なんだろうな、強くなるのかなって思ってたんですけど、うん、なんかなんもないキャラになっちゃったなみたいな。回復L、回復L、うん、もちろんプレデリオルとかではバリアとか強かったりみたいな、うん、だったと思うんですけど、そうか、ダミオ原則ワープ、うん、全体用か。まあでもやっぱそもそもあそこってやっぱアルスランとか結構前に出てるし、うん、そうだね、うん、まあ、そこは別に超え、まあ、攻撃型だし、うん、超えられないのかなという感じで、やっぱ方位型でなんかちょっと衛星弾かみたいな、うん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 、ちょっと渋いな。そうだね、ちょっと使いづらいね、うん、今の環境だという感じで、ちょっとなんか何もない何もない、かわいい、何もないなっていう印象になっちゃいましたね。かわいい、はい、不適な強いですけどね。はい、はい、いいっすか。はい、ちょっと敵を多く作るかもしれないですね。おざわ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 、敵、これ敵を多く作ります。すいませんでした。でも僕の期待は下回りました。このキャラはナイチンゲール、おお下回ってます。おお、はいはいはい、もう一人敵作った。いや俺思ったもん、あの時に俺これ強い寄りで入れましたからね。うん、そうそう。そうですね。ナイチンゲール、その、まあ、期待すごくしたっつう部分がでかいですね。全然今でも、まあ、うん、まあ強くはあるんですけど、うん、もっとぶっ壊れるかなと思ってた、うん、個人的には。なるほどね。うん、で、まず、まあ、ちょっともらってるところがナイチンゲールっていうネーミングがありながら微妙かなと思いますね。あ、もっともらってよかった、なんならこいつでアジテーター壊してよかったかなっていう目線があって、そう、うん、なんでワープもらえなかったんだろうなって俺思いました。うんうんうん、アジテーターが来て、うん、うわナイチンゲールしてみたいな、すげえ綺麗にねこいつでアジテーターみたいな感じだったら一番気持ちよくて、ナイチンゲールもっと評価上がったんじゃないかな、うん、と思うんだけど、まあ、どうしてもナイトメアは売りたかったんだろうなってこれは思っちゃった。多分経営面でのそれの波をもろくらってはもらえなかったんだろうなって、それちょっと個人ユーザーとしてはもったいないなっていう、うん、って思います。なんか来ないのをもっともらうべき、正直。試練弾とかもらってもしょうがないんで、ヤクモとかも、まあ、強いやつ、そうそうそう、別にナイチンゲールも強いけど試練なので、うん、そういうやつでいいってなってるのにね。まあワープぐらいもらってよかったんじゃない、惜しいっていう感じだね。惜しい、うん、こいつ一個やっぱ悪いとかって悪いとかあるんですか。ナイトメア対象悪いんですよね。ああ、ね、ロングパワーモードとバフの相性結構悪くて、はいはい、確かにね、上書きしちゃうからね。そもそもこれで 1.5 倍もらってるから、その2倍バフもらう恩恵がちょっと少ないんですよね。うん、それはそうだよ。うん、そこはちょっと確かに気になりポイント。うん、まあ、俺はなんかもうちょいもらってよかったかなっていう感じ、うん、今のところはそう、うん、結構なんだっけ、長月日とか、うんうん、最近のなんか変なやつ、水のやつとか、うん、まあ、転送のところでは活躍してるんですけど、うん、うん、なんかもうちょい難しいとこもらってよくね、ナイチンゲール。こんだけなんかずっと期待されて、なんだろう、つけられてたキャラなのに、だいぶ温められてましたからね。そう、まあ、ちゃんと強くはなったけどね。うん、うん、もうちょい適正もらっていいんじゃない、うん、難しいところで。はい、でもナイチンが強いようなクエストってめっちゃ簡単そうだよね。もそもそも別に、まあ、ナイチン一番強いけどみたいな、うんうんうん、別に他でも困らないなっていうところが多い気がするから、うんうんうん、もうちょっと替えの効かないキャラになってほしかったかな、なるほどですね、っていう期待ですね。弱いとは思ってないです。はい、ちゃんと強いです。はいはいはい、続きまして私、これちょっとこう今回のラストなんですよ、私の。はい、ちょっとごめんなさい、あんまその期待してる人がどんぐらいいるかって話なんだけど、はい、そもそも、はい、楽しみだな。あの、足利義輝っていうおい
ヨシテルの話しちゃうか、この人だよね、鹿川ヨシテルさん、ヨシテルの話しちゃうか、ここで人がいまして、まあこの人はいや、なんかなんて言うんだろう、もうキャラ変したんですよね、この人は。要はいや、そうなんですよね前の状態見てもらいたいんですよ、一回、はい、ね、前の状態だと、電撃弾っていうのを持ってたんですよ、この人、うんうん、はい、攻撃方のね、そうそうそうね、だったんですけど、まあ、デビューしちゃったってことなんですけど、ついにもうシャイピになってしまうという、はい、大幅なキャラ編が入りまして、うん、ちょっともう面影がないという、それなこれ、うん、こういう強化の仕方俺も嫌いっすねアイデンティティみたいなものを失った上でこれでどうですかみたいな感じになるっていう、あの例なんですけど、そうですね、もったいない、もったいない個性を失ってしまった。まあ SS はねちょっと強くはなったんですけど、うん、うん、友情でやりたかったっすよね。なんかちょっと悲しい気持ちになるやつなんですよね、うん、こういうなんかね、 SS それやるんだったら攻撃方じゃなくていいしね、うん、そうなんですよ。まあでまあまあ使ってもまあうーんってなるんだけど、結局ね、だってセスいいもんいやこれマジで、うん、反射で使う意味が分かんないし、そうっていう意味のこのちょっとこう期待下回りっていう、そうですね、かわいそうだよなこいつは、うん、正直今年一かわいそうかもしれないこいつは最初ザナドゥで一番強かったっていう、まあ、ザナズーとこれ出てきたね、うん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 、で砲撃型電撃弾がいなかったから当時、うん、カツラぐらいだったかな、うん、スピード型で、はいはい、この電撃弾がまあ当時は偉いみたいな感じでした、うんうん、まあ、その後カメアルとかカツラ出てきちゃったからそれで使わなくなったけど、うん、ちゃんと尖った友情持ってて、うん、使う人は使うみたいな感じのキャラだったんだけど、シャイペになったらもう完全に使わなくなっちゃったよね。そうですね、なんか変な感じだねこれはあのわかんないキャラになっちゃった、もうこれね、もう分かりやすいですよ、シャイピつけとけばみんなとりあえず喜ぶ師匠みたいな、強く見える師匠みたいな、なんかそういうあれを、シャイピブームの煽りを受けたってこと、そう、なんか、うん、まあみんなが望んでんじゃねえこれみたいな感じで、はい、結構雑につけられた感が俺的には感じますね。ラムネさん的には電撃弾よりもシャイニングピアノの方が強いでしょっていう、そう、多分そういう感じなんだろうね、うん、それぞれ良かったら確かにね、はい、内弱のやつには電撃弾はいいじゃないですかね、うんうん、差別化できたと思う感じですかね、安定、まあ、安定でもないけど、そうね、変わりましたね、はい。あー、俺はもういないかな、まあ、いないかな、ひよってるやついる、うんまあ少ないっすよね、そんな下回ったの。いやいや、そうそうそう、だけ、そうそうそもなんか元々使ってないからみたいな一番ひどいやつねそう、まあ終盤に差し掛かったと思うんで、うん、ちょっと報告しますと、はい、宮坊さんと馬場さんは、うん、全く同じこと言ってたのが、うん、そもそも期待してないうんうんみたいなことを2人おっしゃってましたね。まあ、うん、そうですね、これ考えてる時に、うんうん、こいつそもそも期待してないしなみたいなやつはもう上げてないです、うん、一番かわいそうかもしれないそうそう、だから上げられるというのことはまあ逆にそう期待されてるっていう、ちょっと何か楽しみにしてたっていう、ね、そうそれありますから、ね、うん、はい、宮本さんまだまだたまる、まだ2発ぐらい、うん、ちょっと出してもらうか、ノーズ何発あります？いや俺もう出してるよ、はい、えマジかやだなそれ、いやいやいや、その通りで期待してるってことだから悪いことじゃない、ちなみに上げるやつ別に弱いとは思ってないですよ、フォローするから、フォローして、ありがとうございます、はい、じゃあ先にじゃあ軽めな方から、軽めの方から、はい、じゃあいきます、新獣神化ゴッドストライク軽いね、軽い軽い俺こいつめっちゃ期待したんだよな、そうっすね、確かに言われてみれば確かに、なんかニュートンアルファも使わなくなるぐらいの、うん、あれを正直期待した、うん、新しい進化形態ですし、うんうん、ただもらったのが
これかみたいな。あ、やばいねこれ。俺このキャラ実装されて1週間で忘れたかも。そのレベルの人もいるとは思うんだけど、うん、まず真珠進化した時にちょっと物足りなさを感じるよな、性能的にも。まあね、確かに SSM ロック、うん、もう素につけろやってまず思っちゃったし、うん、超原則で活躍してるキャラがいるのに超原則じゃないし、こいつ限定よ言うて、うん、初のですよね多分ね、うん、それをちょっとあのただの真珠時間のなんか実験体的な感じで毎回使われてるのもそろそろいいなと思って。ちょっと本気で誇り出した。いや思ってないですよ、思ってないよ。別に弱いと思ってないですから、うん、別にアシストスキルとかショットスキル別に弱いと思ってないですね、うん、まあ、だけどなんか、うん、最近の真珠進化とかのショットスキル、アシストスキルの方が強いじゃないですか、正直使いやすいし、うん、まあ抑えられたかな、実験体だから。次のし、もし次のね、進化形態があるんだったら、ストライク後回しにしてみて、後回しでいいんじゃないかな、してみてほしいですね、なんかね、とりあえずなんかゴッドストライクから始まるからなんか、うん、様子見で出すから、うん、かわいそうだな、そろそろと思っちゃう。なんか、あ、すいません、スタートなんですけれども、はい、なんか、ストライクなら何やってもいいみたいな。いや、まあ、マジそう思ってそうじゃないですかね、うん、ストライクはどう感じてるのかなっていう、うん、多分ね、ストライク好きな人はちょっとどんどん離れてっちゃうよ。もうよくないよ。まあ、少ないから少ないから少ないから何してもいいかもね。あと俺、もともと試練読んで絶対来るなと思ってたんで、うんうん、もうある程度性能も予想したんですけど、まあ SS が特にランダが持ち味のキャラだったんで、はい、あ、確かに、ね、ランダの方が強いじゃんって。そう、試練読んだったらランダの方がいいな、うん、多分使いやすかったよね。そう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 、10日とかあっちゃうからね、うんうん、その個性消えてこれつける意味マジ意味わかんないなと思って、なんかもろもろ性能も気に入らないっすね。なんか天馬4何も壊さなかったよな。なんか本当にドン・キホーテよりちょっと強いみたい。いや、まあ、ガチでいけるだけみたいな、そんな感じ、そんな感じ、いけるだけなんだよね、うん、まあ、他のが強いってのがあるけど、あるけど、だからうん、そうだな、ほんと個性も残しつつなんか壊すことができたのにある程度、それを変更してなんか微妙な味変したなみたいな、ちょっとかわいそうがすごい積み重なってるキャラですね個人的には。うん、これはちょっとまあ期待したのもあってちょっといろいろと最悪だなと思いましたね。いろいろと最悪。だってランダでよかったよマジで。ランダでよかったと思う。ずっとだってランダよこれを。うん。なんかわざわざ自走にしてさ、うん、ちょっとモヤモヤしながら使うことになるんだろうな。うん。だってこいつ今までだってランダだと思って打つギャンブ。いやわかるわそれ。うわ自走になってるやんこいつ。そう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 。アルセーヌのすり抜けとかもらってもよかったよな。いやもうそれでも、うん、ならそれでもよかったと思うし。アルセーヌみたいになったらマジ強かったもんね、ランダが。でもそれもらえないんだっていうこの時代で、かわいそうですね、ゴッドストライクは正直、うん、謎謎、マジゴッドストライクは、うん、これはもうちょいね性能考えてほしいですね、はい、5年後にまた、うん、会いましょう。5年後、いや、そう、まあ、それ期待したってことなんで、うん、相当、うん、はい、いやもう本当に敵作る。ラスト。え、あとラスト。ラスト。いやこれ多分下の方なんだろうな、うん、これは本当敵作るんですけど、うん、じゃあ本当期待が高かった。弱いと思ってないですよそのキャラ、うん、それ強いですよ、うん、強いけどこうじゃなかったなってやつ、うん、まだ、ごめん、ほんとごめんだけど、いや俺の期待が高すぎた。あ、まあ、すると思ってなかったし、あ、うん、いやこれね、マナじゃないんだよな。マナじゃない、アビー2個でよかったかも、うん、で、ほんとになんかね、環境を動かそう、つか環境を動かすキャラなのよ、絶対マナは、うん、今までそうだったから本来ね、うん、そう、ぶっちゃけ環境を動かしてないですね、うん、って思ってます、うん、9に行けるようになっただけ、うん、天の
だから個人的にはまあもう友情の威力を上げてほしかったですね。ツイン陰謀、うんうん、サブはまあ満足よ。バーソスフィア面白いと思うし、うん、誘発キャラとしてはね、うん、メインのツイン陰謀、まあインボリュートスフィアがやっぱりマナの代名詞なので、うん、ここをやっぱ一段階上げてほしかったなっていうのが本音ですね。そこをなんかいじってほしかった、うん、そう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 、そこは既視感あるからね。てか知ってるやつだもんね。そうそうそう、知ってる威力、そう威力がナローになっただけや、うん、コマーになっただけや。そうですね、ちょっとまあ2回当たることもあるよみたいな。そうそうそう、うん、違うんだよね。もうそもそもなんか威力を上げて殲滅力の目新しさっていうのも欲しかったな、うん、とも思っちゃうんだよな、うん、それかもう友情アンパンよ、ルシューみたいに派手に、うん、じゃあハイインボルトするよ、よかったな、まあ、ハイインボルト理想よね。いや本当理想っすよ。だからこれまだガブに似てるんだよね、うん、ガブもなんか試練にもらいましたみたいな、うん、特攻ミサイルみたいな、うん、隣の感じというか、そこをなんかそのみんながしんどそうな、そこを嫌になったから許してください的な。そう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 、マナもみんながしんどいところ、うん、敵さんもいないところのキャラみたいな感じで出てきたけど、マナってその扱いのキャラじゃないと思うんだよね。うん、うん、はい、そうっすね、それっすね。確かにな、それ以外は完璧よ。俺もこの動画が1週間ぐらい前だったら言ってたかもしれないマナに、マナっつって。うん、俺ちょっと俺改めたんです感覚を。はい、やっぱソロモンとかルシファーとかネオとか政宗が悪い、ああなって思った。うん、だからこんなもんこんなもんだとっていう感じにちょっとね俺改めることにした。あ、やつらが強すぎるんだと。え、なんかそうっすね。超原則でよかったと。超原則でよかったね。あ、超原則ぐらいだったらね、許してほしいよね。許してほしい。うん、ダッシュ M、 いや、まあそこで保管してるのは分かりますけど、うん、マナだったらさらにでいいんじゃないですか、超原則つけて。そんぐらい、まあ元は元だからな、俺な。うん、ちなみに貫通の方はめちゃくちゃ満足してます。うん、まあ深淵でね、強いという。そう、めっちゃ強いよ、マジで。めっちゃ強い、うんうん、これも大満足。うん、マナアリマの方はもう本当言うことないぐらい。だから片方はそういう性能でよかったんだよね。うん、もうまさにガブ状態ってこと。まさにそう。まさにガブ状態なんだよね。うん、もう一個は汎用的に使えるやつ。うん、まあ、別に使えなくはないけどね、汎用的に。うん、まあ今の環境同列の非属性の見ちゃうと、うん、ちょっとマナ普段使いは絶対ではないけど、まあしないなっていう感じなんで、まあある程度揃ってる人とか、駆け抜け舞台の中でも演出がちょっと長めだからね。うん、ピタゴラスするのぶっちゃけ時間意識するとうざいし、うん、うん、駆け抜けるやつかないかな。うん、駆け抜けるなら愛の方が強いのであるからね。愛採用っす。推しの子のね。まあ期待がちょっと高すぎましたね。うん、まあ、強いです、ちゃんと強いけど期待を下回ったっていう感じです。うん、マナだからだって、うん、そうですね。うん、確かにな、忘れてないもん、フラパでマナが中心化した時のあれを、インボリトスフィアがこのとんでもねえやつ、マナ入れて適当に当たって終わるわみたいな、うん、あの感じのキャラではなくなったなって感じ。インボリトスフィア2個出んだけど、まあね、クエスト粉砕ベリーって、やっぱインボリュートやべえわみたいな。うん、確かにな。だからこのね、アビリティでも全然連れていくわけですからね。そう、だからこれでよかったんだよな。うん、なんかマインスイーパー EL だけでと、まあバリア M とかになって、うんうん、まああと1個ぐらいなんか、うん、なんかいい感じのもらってみたいな。で友情全部インボリュートクソ強えみたいな、もう、うん、威力なんかもうこれ10倍とかになって、うん、それで吹っ飛ばしていくみたいな、うん、そういう感じでよかったかな。そうですね、それがまあマナですっていう感じにはなったね。そう、もうギミック全無視で、うんうん、友情だけでいけちゃう、うん、のを期待した俺は。うん、期待がでかすぎたんです。うん、すいません。すいません、僕の期待が大きかったです。あ、はい、はい、強いですよ。で、うん、じゃあこれがラストね。これラストっす。はいはいはい、はい、ということで、はい、出揃いましたけども、どうでした。
誰に言ってる？いやでもやっぱり期待、うん、なんていうかね、あの本当に弱いキャラは出てこなかったなって思う、うん、そうなんかそのなんだろうね、普通に、まあ、強いけどやっぱ我々が期待しすぎていた部分とか思ってたんと違う感みたいなやつもね、うんうん、あるよね。そうですね、うん、俺全部剣ですちなみに。おお、そうかそうか、やっぱ期待をもともとしたやつなんで、うんうん、まあ高めもあるよな、限定はね、うん、うん、その伸びしろというかね、そのやっぱだからその期待を超えてくる限定っていうのはやっぱ本当に貴重なんだなというか、貴重だね、うん、ね、すごいねというふうに思ったんで、まあ、むしろまあここに入るなら当たり前うん、だからそれこそ本当にソロモンとか虫とかがちょっと特別かなっていう感じで、うん、まあ、基本はここなんですよ、うん、基本はここ、うん、期待を超えない、うん、でも時々ぶっ飛んだやつが出てくるから、うん、そのタイミングでパンドラ弾けたら一番いいですね。パンドラの話しようとしてるはい、ということで以上でいいですかね。はい、はい、我々メンバーシップもやってきますのでそちらをぜひチェックしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。では次回お会いいたしましょう。バイバイ。